ジュゼッペ・バレッチ、ジュゼッペ・バレッティは、イタリア生まれで後に、イギリスで活躍した文芸評論家である。イタリア語辞典スペイン語辞典の作成者として知られる。イギリスでは、ジョセフ・バレッチとして知られる。トリノで生まれた。父親は、法律家になることを望んだが、16歳の時トリノを飛び出して、グアスタラで商人の下で働いた。文学と評論を学び、 各地を放浪しながら、物書きで身を立てた。最終的にロンドンに流れ着き、そこに居着くことになった。王立会が彫刻アカデミーの事務長に任命され、アカデミーの会員のサミュエル・ジョンソンや、ギャリックらと親しくなった。女流作家、ヘスター・スレールの家をしばしば訪れ、ボズウェルのジョンソン連にバレッティの名は何度も登場する。バレッティの最初の有名な作品は、 イタリアンライブラリーでイタリアの作家の生涯と作品の解説書であった。1761年から1765年の間のスペイン、ポルトガル、フランスの旅行についてまとめたレイトファミリアリは1770年に英語に翻訳されサミュエル・ジョンソンに賞賛された。イタリア時代に評論しフラスタ・レトレリアを苦労して発刊したが長くは続けられなかった。 その他に、イタリア語の辞典、文法書、及び、スペイン語の辞典があり、シェイクスピアとボルテールの関する評論がある。バレッティの作品集は千八百三十八年に、ミラノで出版された。千七百六十九年、バレッティは道で襲ってきた男を、果物ナイフで刺して、致命傷を与えたために、殺人罪で起訴されるが、法廷で、ジョンソンらの弁護によって、 無罪となった。1789年、ロンドンで没死した。ガリレオガリレイの、それでも地球は動くという有名な言葉は、バレッティの、イタリアンライブラリーの中に初めて現れる。この本が書かれたのは、ガリレオの裁判の125年後のことである。エディクショナリースパニッシュバイ h ゼフ・バレッ e ハットエディクショナリーオブザイングリッシュアンドイタリアン language, h o t a dictionary, Spanish and English, and English and Spanish, containing the signification of their words and their different uses, together with the terms of ARTS, sciences, and to r a e s ありがとうございます。